縄雪遊びを最高に楽しんでちゅーちゃんは今日も楽しみたいと思います。さあ行こうちゅーちゃん。じゃあもう入り口覚えてるみたいで、さっき脱走して入り口に待ってた。さあちゅーちゃん行こう、今日も長旅するぞ。わざとスリスリしてるなちーちゃん。可愛がってもらってる。すごいですね。じゃじゃん、ソリ借りました。ちーちゃんとやりたいと思います。ちーちゃんソリやろう。よし、今からソリをしたいと思います。ちーちゃん、さあ乗ろう。ちーちゃんソリ乗ってみ。ソリが楽しいみたい。一緒にもう一回行こうって言ったらもう何回も行ってくれる。ふうじゅー、おはー。今日はですね、もう快晴。朝のチョイス散歩で出してあげたけど何もつけんくても寒くないみたい。今日お天気なんですよ、すっごい天気いいから。ちーちゅー、そこもう一回スケートやってみて。そうそう、そこ氷やで。ちぶー、挟まった。じゃあ帰ってきて。これホテルの人にもらったクッキーです。はい、おいしい食後デザート。つぶさまのおなーりーと。かわいい。やっほ。何ビビってんな、優しいよ、優しいよ。ほら、おいで、いで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 、行く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 、行ってらっしゃい。一人でなんとかいる。ちーちゃん帰っておいで。ああやばい、野生化してる。ちーちゃん通った森に帰っていくみたい。さようなら、つぶ元気でね。あ、帰ってきた。野生やっぱやめたみたい。ちーちゃん帰ってきて。可愛いって言われて反応してるつぶ。自分の名前可愛いやと思ってるから。ミドルネーム可愛いやから、ちーちゃんの。ちーちゃんリフト見てる。へえー、何これって。ちーちゃんお顔どうした？なんかこけて顔雪に埋もってテンション下がってある。出られへんにゃ。どんどん顔が。ちーちゃんストップのとこ行こう。ちーちゃんどうした？お顔凍ってる、お顔凍ってる。オッケー。ここウジュが半年ぐらいの時に連れてきたら寒くて震えててここに連れてきた。ウジュあんたジャイアンやのに意外と弱いな。あんた温室育ちやのに嫌やな、雪放り込まれてな。今ポカポカに当たってます。気持ちよさそう。スイちゃん、ちょっと温まろうぜ。顔あんた凍ってるやん。そっちで顔凍ってますよ兄さん。スイちゃん最後味わってな、親切。今シーズン最後です。
はい、ちーちゃんお帰りなさい。はい、遊びました。来たよ、頑張った、よ頑張った。めっちゃ氷出てくる、めっちゃ出てくる。ちょっと待って、帰りはちーちゃん爆睡です。帰ってきたよ。寝てる間に雪なくなってんね。寝てる間に雪ない、雪ない。猫ちゃんどこ。ちーちゃんただいま。雪楽しかったな。また来年も遊ぼな。ワントモ、本日ご紹介するのはジャックラッセルテリアの男の子、チョッパーくん10ヶ月です。こちらはチョッパーの子犬の頃の動画。両手で簡単に抱っこできちゃうぐらいちっちゃかったチョッパー、今ではすっかり大きくなり、朝から晩までママのストーカーをしているみたい。先住犬の柴犬ちゃんともとっても仲良し、家族が大好きなチョッパーでした。ワントも募集中。インスタグラムの DM までご連絡ください。たくさんのご応募お待ちしております。